ミスド値上げ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。9月27日火曜日、はい、今日はですね、あの国葬ね、安倍元総理の国葬ということで、まあね、昼間ずっとあの中継とかされておりましてね、まあ本当に武道館にね、多くの方がね集まられておりましたね。でまあね、びっくりというか、まあ出たかって思いながらね、反対運動されてる方がね衝突したりねしてたわけなんで、まあ、あんな見てるとね、なんかあの日本の分断をなんか海外にね報道されて、なんか嫌だなと思いながらね、見ておりました。はい、まあそんな中ね、ミスタードーナツが値上げね、11月25日ね値上げしますよというねニュースがありまして、まあ、なんでこれ気になったかって言いますと、学生時代ね、大学時代に、ミスタードーナツでねアルバイトしてたことがありますので、まあ、このね値上げに関してちょっとね、思うことがありまして、まあ、ちょっと喋っていきたいと思います。でダスキンが運営するミスタードーナツは11月25日からドーナツ、パイ、マフィンなど一部商品を値上げすると、商品価格改定のお知らせとして公式サイトに情報を掲載したと。で主原料である小麦粉や食用油等の原材料高騰により、コスト増加を要因として3月1日にも一部商品の値上げを実施しているということで、今回は改定幅を上回って、国際情勢や為替変動により、原材料及び包装資源、物流費など諸経費の上昇が続いていることを背景に、コスト上昇分を内部努力で吸収することが困難であると判断して価格改定を決定したといいます。パイ、ドーナツ、パイ、マフィンね、44種類のうち39種類について税別価格で10円から20円の値上げを実施すると、ダスキンが公開した主な改定商品を一覧にすると、ポンデリングなどが、従来120円の商品は140円に値上げと、エンジェルクリームなど従来140円の商品は150円に値上げするという感じですね。はい。でまあ、なんでねこれ気になったかと言いますと、まあ、バイトしてた時でもね、まあ、よくねあの100円セールと、あとねあのグッズピングーとかね、ああいうの、ドーナツをね買うとポイントかな、券がもらえて、券を、何枚か集めたら交換できるよみたいなやつだったと思うんですけども、もう普段ね、まあ、それが始まると100円セールとかね、ピングーとか、ああいうキャンペーンとか始まるとめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、その期間が過ぎたらパタッとね誰も来なくなる、誰も来なくなるというわけじゃないですけどね、本当に、お客さんがねガクッと減るというね現象が目の当たりにしてましたので、アルバイトながらねこれ安売りばっかりしよったらもうね、消費者のもうね脳みその中にドーナツは100円で買えるものみたいなね、もうそういうのがね、染みついちゃって定価で買ってくれないようになったんやなみたいなのをね思った思い出があります。あとねグッズですよね、グッズ欲しいからもうドーナツバーッと買うと、なのでドーナツって、まあ、100円ねもう100円で買うものみたいなね、当時はなんか一般市民の、ね、中であったと思うんですけれども、まあ、それがね時代が巡り巡ってね、もう今はね一番下が120円税抜きですけどね、だったのが140円になるから、もう最低でも154円か税込みで言うとですね、1個どんなドーナツでも154円払わないと食べれないよというようなね時代になったということで、相当お客さん減るんじゃないかなっていうのをねなんか思いますよね。まあこれはねあのミスタードーナツにね限らず、まあどこの、ね、飲食店等でもね居酒屋でもそうですけれども、まあ、値上げするとねやっぱり、客層あの客筋は減りますよね。なのでもっとね働いてた身としては
これは結構ミスタードーナツきついだろうなと思いながらも、ドーナツ作ってるね原材料ってもう全部あの値上がりしまくってるもんばっかりですからね。で油で揚げなくちゃいけないしね、油クソ高いですからね、まあ、この値上げはしょうがないと思うけれども、じゃあ売れるかって言ったらね、ちょっと微妙になるんかなって思います。でまあちょっと自利品になってきたらまたそういうキャンペーン等を始めたりするともう本末転倒になっちゃうから、まあなかなかね、あの難しい経営ね運営を迫られるんじゃないかなって、まあどこでもそうですけどねと思いましたという感じですね。はい。で今日ですね、めっちゃ暇でした。今日もめっちゃ暇でした。まあね、あの国葬もありましたし、夜は、サッカーね、サッカーもありましたし、バレーもありましたし、まあそんな感じでね、めっちゃ暇でしたという感じですね。はい。いやー本当ね、平日はボロボロだなとね、今週もねそんな感じで来てますけれども、あ、びっくりしたのがね、28910とね、久しぶりになんか、一組ずつね、ご予約のお電話をいただきましたので、あ、予約がある日ができたと思ってね、ちょっとねドキドキしましたね。はい。まあ、そんなわけでね、9月ボロボロですけれども、ラストね、月末の追い込みウィークにどれだけね追い込めるか、にかかっておりますという感じですね。で10月からまあ、今日もね、ご商売されてる方とねお話ししてて、まあ、人件費ね、10月からね、まあ山口県の方は最低賃金が887円になるので、まあ、そのね関係の話をねしたりとか、してたらですね、まあ、ちょっと物販の方のね方なんで、まあ、ちょっと業種は違うんですけれども、それでもね話してたら、原材料費は上がるし、人件費は上がるし、売り上げは減ってるし、地獄だねっていう話をねしてて、あちょっと業種はね違うんですけど、いやー本当どっこもそうだろうなと思ってね。でまあね、某侍業の、ね、方のお話を聞いてたらですね、もうぼちぼちねそういう借入金のね返済でもう首が回らなくなってるところもね、ぼちぼちで始めてるよというね、噂もね聞いてみたり、いやーって感じですよね。だからもう下関市もうね内需だけで、前はね去年までは内需に助けていただいてたんですけれども、内需も自利品になってきて、まあ、サイトってね、まあ、元々そうやって観光とかねインバウンドとかでやるのはあんまりよろしくないとね思ってますので、まあ、あくまでおまけだというふうなスタンスでやってまいりましたので、内需ね、まあ、下関市民の、懐具合もやばいと、で、観光業もやばいと、インバウンドなんかも中インバウンドイコール中国だと思ってますので、中国はまだねゼロコロナ対策やってますので、もうそもそも来ないとなると、もうね、どうやって外貨を稼いだらいいかなっていう感じですよね。もうそれこそね、こうやって YouTube でね、Google 様の下僕になってね、チャリンチャリンね言わせれたらいいんですけどね、まあ、そこまでもバズらないと、ね、いう感じで、なかなか、ね、難しい段階に入ってきたなっていうのをね改めて、まあ、他業種のね、方と、まあね、経営者の方とお話ししててもやっぱりね同じ悩みだなという感じですよね。売上減ってる、原材料費上がってる、人件費上がります、そもそも人手不足で人がいない、返済も始まってるという感じでね、どこに希望がね見出せるのかなと思いながらね本当にね日々いろいろ考えてるんですけどね、もうねもう楽になりたいって思うね気持ちもあったりとかね、まあ、なかなかねもうみんないろんな、ね、思いで経営されてるんだろうなと思いながらね、まあ、まあ自分もね弱小ね、零細もう個人事業主ですけれどもね、
まあ大変な時代だなと思いながらね、まあ、かと思えばねちょっとバブルの頃の話を聞いたりするとね、時代が違うだけでこんなにイージーに商売ができる時代があったんかとか思いながらね、まあ商売始めてねいい時があんまりっていうかもうほぼなかったんでね、時代的にはずっと不景気ですからね、何やったら社会出てからずっと不景気ですからね、それを思うとね本当にちょっとね、あ、生まれてきたタイミングっていうのもあるなと思いながらね、まあ思ってしまいますけれども、まあ乱世の方はね、まあいろいろあって面白いやろうというふうにね、乱世を楽しめとね、思いながら、今日もね生きていこうと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。終わります。